今回紹介するのはこちらメタルキットシリーズのタランチュラです。パーツ数はこんな感じ。これは組み立てに使う工具。紙やすりなんて使うのか。裏の絵がいい。組み立て開始。最初に言っておくと簡単そうに見えましたが、なかなかに大変でした。一人で作れるのは中学生ぐらいからだと思う。まず似たようなパーツが多いのでややこしいです。後力が必要だったり、細かい作業があったり、鉄を折り曲げるのは予想外の作業でした。アルミなので簡単に曲がりますが、一度曲げると分解しにくくなります。何回もやり直すと鉄が折れてしまう可能性もあります。ダーン、足を間違えた。全部一緒に見えた足、実は3種類ありました。前足、中の足、後ろ足、ひえー、全部同じでも良いのに。すでに鉄を折り曲げていたりしていたので元に戻すのが厄介でした。途中このままにしちゃおうかと思ったりしました。なんとか元に戻して正しい足をつけることに成功。お腹部分のパーツを慎重に選ぶ。厳選でパーツの絵があれば重ねてわかるのに。
お腹のネジの部分が内に来るのか外に来るのかが説明書じゃわからない。トライアンドエラーで外にしました。できてみればこれは外ですね。完成しました。良い感じです。バネは飾りですね。まあこの辺の関節も動いたらさらに難易度アップです。